マーティン・ペレス・ヒメネスは、ベネズエラのポルトゥゲサ州グアナレ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボストン・レッドソックス所属。愛称は、エルデ・グアナレ。2007年に契約金58万ドルで、テキサス・レンジャーズと契約して、プロ入り。2008年に、参加の A-9、スポケーン・インディアンスで、プロデビューした。2009年には、A 級。 ヒッコリー・クローダッツで防御率2.31を記録し、シーズン後半には A 級をスキップして18歳の若さで A 級フリスコラ・フライダーズに昇格を果たした。2010年の開幕前には、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、球団内では、ネフタリ、フェリス、ジャスティン・スモークに次ぐ3位、全体では17位の高評価を受けた。 2010年は故障の影響もあり、AA、q、フリスコで防御率5.96だった。2011年は AA、q、フリスコで防御率3.16と結果を残した後、トリプル A q ラウンドロックエクスプレスに昇格したが、10試合の先発で防御率6.43に終わった。シーズン終了後の11月18日に、レンジャーズの40人枠に入った。 2012年6月26日にメジャーに昇格し、翌27日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。2013年開幕後はトリプル a 級ラウンドロックでプレーしていたが、6月22日にメジャー昇格した。オフの11月7日に総額1250万ドルの4年契約を結んだ。2014年は開幕ロースター入りしたが、 5月14日に左肘内側側腹靭帯の損傷で15日間の故障者リスト入りし、5月19日にトミー・ジョン手術を受けた。5月20日に60日間の故障者リストへ移動した。2015年は14試合に先発登板した。3勝6敗と負け越したが、防御率4.46の成績を残した。2016年は先発ローテーションに定着し、 チームトップの33試合に先発登板して、規定投球回に達した。防御率4.39、自身初の2桁勝利となる実勝11敗、76死球、103奪三振という成績を残した。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。同年は32試合に先発し、 チームトップの13勝を挙げたが、防御率4.82、ホイップ1.53と投球内容は、今一つであった。2018年はさらに調子を崩し、22試合で2勝7敗、防御率6.22であった。2019年1月30日にミネソタツインズと1年契約を結んだ。オフに球団に選択権のある契約延長オプションを破棄され、 FA となった。二千十九年十二月十九日に、ボストン・レッドソックスと一年六百万ドルの契約を結んだ。二千二十年オフの十一月一日に FA となったが、二千二十一年二月十二日に、レッドソックスと一年四百五十万ドルで再契約した。速球は通常九十一から九十三マイルパーアワーで、最速は九十五マイルパーアワーに達するが、 請球に不安がある。打者の手元でよく沈むため、請球が定まれば、効果的にゴロを打たせることができる。変化球では、チェンジアップの評価が非常に高く、決め球として用いている。他にはカーブも投げる。現時点での将来像は、メジャーの先発にワンテクラスとされるが、速球とカーブの請球力が向上すれば、エース級の投手に育つ、可能性を秘めている。 同じベネズエラ出身の左腕で体格もよく似ているヨハン・サンタナとはしばしば比較されてきた。ありがとうございます。